れいわ新選組山本太郎代表は、野田佳彦さんが立憲民主党の代表になり、小躍りして喜んでいます。れいわ新選組山本太郎代表は、消費税廃止を主張している。一方、立憲民主党の野田佳彦代表は、消費税減税には極めて消極的である。来たる衆議院議員選挙において、れいわ新選組と立憲民主党の対立軸が明確になりました。9月13日に、山本太郎代表が野田佳彦さんのお膝元、船橋市で行った野田佳彦さんへの応援演説がこう話し、見事、野田佳彦さんが立憲民主党代表選挙に勝利しました。れいわ新選組は、一番の大きな柱を経済政策に置いています。ないとこから取るな、あるとこから取れ、こうやっていくことが一番重要。つまりは物価が上がっちゃってるんだったら物価が下がるような効果、そういうものを打っていく必要があるよね。政策としてまずは消費税廃止。申し訳ない、景気が悪い時に消費税を上げた先般、立憲民主党の野田さんのお膝元で消費税を廃止しろなんていうことは、ちょっと皆さんに違和感があるかもしれない。世界広しといえども、景気が悪い時に消費税を増税する自殺国家は存在しない。あったは一つだけ、日本なんです。絶対にやっちゃいけない。消費にブレーキをかけるということは、それが回り回って誰かの所得になるということにもブレーキをかけるんです。当たり前の経済感覚、当たり前のことを分かっていながら、不況の時にも消費税を何回も上げてきたこの国、そしてその先頭に立ったのは、一番大きな5から10に上げるっていう段階を作っていった、その基礎となるものを作った野田さんは、今立憲民主党の総裁選挙に出てるんでしたっけ、総裁じゃないわ、なんて言うんでしたっけ、あれ代表ですかね。私はぜひ代表になってもらいたいと思う。その方が対立軸がはっきりしてる。悪いのは自民党だけじゃない。自民党が一番悪いのは確か、30年の日本の経済を壊し、そして格差を作り、一部の者たちだけに利益を差し上げ、この国を壊したのは自民党。でも自民党だけのせいじゃない。その自民党が暴走するところを体を張ってでも止めてこなかったのが野党第一党。そればかりでなく、政権交代をするということになったのにもかかわらず、リーマンショック、さまざまなことを受けて傷んでる国民に対して手厚い経済政策を打たず、挙句の果てには自民党と公明党と財務省にそそのかされて消費税まで上げてしまったという度級の経済音痴なんですよ。しかも今金利を上げて円安にしろみたいなことを言い続けてる間抜けも、これは立憲民主党なんです。今金利上げたらどうなるよ。中小零細、どこからお金借りればいいの。金利が上がるというだけで借り入れ難しくなりますよ。これそれだけじゃない、マンション買いたい、家買いたい、ローンを組もうとしてる人たちにも直撃する。景気が悪い時に金利を上げるなんて、そんな無茶苦茶な経済政策を提案するような政治家たちの集団は、私は壊れた方がいいと思う。日本のためにならない。そして何よりも政権交代だという前に、まともな経済観を持った上の野党の塊が自民党を倒しに行くというのが本来ならばするべきだと、私自身はそう思っています。